アーランガーはアメリカ合衆国ケンタッキー州北中部ケントン郡にある第三東急都市である。2010年国勢調査での人口は18,368人であり、州内第21位である。市名はパリ出身の銀行会一族で市の初期発展に資金面の貢献をしたエミール・デルランジュから名付けられた。ただし、 現在の氏名の読み方はフランス語やドイツ語の要素がなくなっている。オハイオ州シンシナティ市の郊外にあり、シンシナティ、北、ケンタッキー大都市圏に属している。近くにあるエルスミア氏は当初、サウスアーランガーと呼ばれていた。アーランガー市は、北緯39度0分49秒、整形84度35分39秒。 北緯39.01361度整形84.59417度39.01361-84.59417に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は8.4平方マイルであり、このうち陸地8.3平方マイル。 水域は0.1平方マイルで、水域率は1.19%である以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。市内にはチェリーヒルと呼ばれる住宅地があり、ほとんどが一戸建て家屋である。ケントン郡とブーン郡の境界線がこの住宅地を通っている。この地区にはチェリーヒル水泳クラブがある。 この地区のおよそ半分はブーン郡の未編入領域にあり、グレーターシンシナティ国際空港に隣接している。日本の自動車部品製造業のトヨタ防食アメリカとヨーロッパ系菓子製造業のペルフェティファンメレ、USA が市内にある。トランプのメーカーである、US プレイングカード社がアーランガーに本社を置いている。ありがとうございます。